やってきました忍者バー、はいはい、ということで、本日切ってください、ね、本日、メテモアは、こちら、茨城県は守谷市にある忍者パークへやってきました忍者パーク、今日はね、ここに来た理由としては、僕が、ね、この施設にある一番のメインであるモンスターボックスをやりたくて、ああ、なるほど、飛び箱、そう、でかい、なんかこうめっちゃ何段もある、めっちゃ高くなるね。テレビでよく、そうとかね、あるモンスターボックスができるということで、すごいチェックしたんですけど、まあなんか一人でなんか時間があるときにやれればいいなと思ったんですけど、で今日はね、あのみんなで、みんなでね、みんなでモンスターボックスを撮ってるところ見るっていう、いやモンスターボックス、やれ、応援、俺ボクセラ、俺ギロやる、うるさい、俺ポンポン、ポンポン、違う。いやでも本当にね、みんなで来れたんで、いやぜひあのみんなでモンスターボックスをまず挑戦してもらって、他にモンスターボックスの他にもトランポリンとかね、あそうで、もうボルダリングとかいろんなトランポリンとかいろんなね施設があるので、そこを目線も今回はこのメンバーで、楽しんじゃいたいと思います。それではレッツニンジャパーン、まずはメインのモンスターボックス、これがやりたかったんですけど、一番最初にスタッフさんが用意してくれたのが、まあ、大人の方がね、よく多分飛ばれるであろう銃だったんですけど、はい、めちゃ高い。そうですね。だから見たこと、見たことないで、メセモアは、安全を考慮して、6段から始めたいと思います。まずね。で、こう、まあ、だんだんね、一回みんなやってもらって、で、まあ、こう、できなかった人から、まあ、ちょっとね、こう、脱落じゃないけど、こうね、やめていくみたいな。野崎さん、心配だと思うんだけど、はい、6段でも油断しない方がいいよ。慎重と思って。自分たちが中学生とかの子だと思わない方がいい。中学生の頃は6段飛べたよ。飛べたし、ね、多少当たったとしても、そう、まあ、大丈夫やったけど。今違うから。そうですね。あれからもう、1年の日が経って、液体も劣化してくることをちゃんと念頭に置いた方がいい。いや本当に。それではまずは山崎さん。はい、じゃあね、早速スウェットで、ね、6段から挑戦したいと思います。はい。ドキドキするなってまず。すごい。ドキドキするなって。やばいな、なんか自分のタイミングで。行きます。大事なところが来てしまうと思って、反射的に足落としてしまった。ちなみにそれを知った上でもう一回やったら、そうだね、そうだね、今デモンストレーするって怖い。怖い。めっちゃ怖い。ああ、怖いわ。
めっちゃ怖い。そうね。あれロイターマン。ちゃんとしたらいけるんかもやけど、めっちゃ怖いこれ。いいや。おしまいで。もう一回やってみよう。これでも野崎さん一発目やらへんかった野崎さんの気持ちすごいわかる。逆に低いかも。あの手がつけられたみたいな。僕なんですできるわ。
もう無理。そこでトランポリンみたいな。もう無理だって。こんな幅あったっけ？乗れない。近い、近い、近い。はい。でも上には行ってるんですか？開けないね。あ、怖くて。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。